野の市市立、布水中学校は、石川県野の,の市市市の二丁目にある公立、中学校。1984年4月、生徒数増加に伴い、野の市中学校から分離して開校。校名の由来は、野の市の別称である布市の、布に手っ取り川洗浄地の豊かな、水の虹を合わせたもの。校舎横を流れる頃川は、霊峰白山の水を受け清く、さらさらと、 爽やかに流れ、時として、急流と化すたくましさがあります。ここに学ぶ生徒は、白布のごとく汚れなく優しく人をいたわり、清流のごとく清らかで、また激流にも耐える心と体を培い、学び励むことを願い、名付けられた。場所は、上宮寺や随仙寺などの中世紀人宗圏の地でも、あり、校舎正面玄関のあたりの農地は、昭和期まで黄門、または、 釈迦症児の名で呼ばれていた。全国大会出場や数多くのプロ選手を輩出している野球部やサッカー部に加えて剣道や空手、バレーボール、テニス、陸上競技、バスケットボールでは石川県内でもトップレベルの実績を上げている。本町1から4丁目、本町6丁目、若松町、横宮町、高橋町、稲荷1から4丁目、 堀内1から5丁目、田尻町、三日市町、二日市町、二日市1丁目、徳陽町、豪町、蓮華寺町、柳町、長池、押野1から7丁目、押越1から2丁目、野台1から3丁目、五郷塚1から5丁目2021年2月11日、いじめを訴えていた、本校在籍の1年生の女子生徒が自殺した。 遺書はなかったが親しい友人3人に感謝を綴った手紙があった。生徒や家族は2020年秋以降、複数の同級生による無視や悪口などを学校に相談。家族はいじめが原因だと訴えており、市教育委員会はいじめ防止対策推進法の重大事態に当たると判断。第三者調査委員会を設置し、事実関係を調べている。 いじめは解決したと中学校側が市教委に伝えていた2020年11月以降も女子生徒への悪口や仲間外れは続いていたという。生徒はアンケートなどで被害を訴えていたが学校は十分に対応しなかった。亡くなった後も家族が強く調査を求めるまで学校側は第三者調査委員会の設置を市教委に要請していなかった。 広報のの市246号、昭和59年6月のの市調子集落編、平成16年3月、P359、概要のの市市立、布水中学校、2021年6月11日閲覧。森井選手、横浜遺跡バスケ B1 のの市出身2020年7月5日、閲覧、石川、のの市いじめ相談の中1児父親、 真相究明する気あるのか、北陸中日新聞ウェブ、2021年7月5日閲覧、ありがとうございます。